M35 火炎放射器は、1930年に、ナチスドイツで開発された携帯型加炎放射器である。スターリングラード工房船での M35 火炎放射器、第一次世界大戦中の1918年に、開発された、ビックス型加炎放射器の改良型として研究され、1930年に、ナチスドイツの標準火炎放射器として開発された、ものである。 構造は燃料タンクとそれらを噴射させる圧縮窒素ガスタンクが単一のボンベに収められ、外見は縦長円筒形の燃料タンクの両側に噴射用のシリンダーが装着されている。点火方式は噴射ノズル部分から噴出する窒素ガスに水素ガスを点火させた炎で着火させる方法で、噴射及び点火はすべて噴射用の引き金部分で行うことができる。 性能としては、1秒間放射したとして、約10から15回ほど使用することが可能で、射距離は約25から30メートル。タンク部分を含む、総重量は3 5 8キログラムとされ、燃料タンクには11.8リットルの燃料を充填することができる。M35 火炎放射器は、その後、ナチスドイツで正式採用されると、第二次世界大戦では、 所詮で頻繁に使用された。しかし、他国の火炎放射器に比べて3 5 8ラムという重量は一兵士が携帯するにはあまりに重く、後継の M40 火炎放射器の開発とともに1941年には生産が打ち切られている。ありがとうございます。